ちは窓固定ツールがいる。あ、そうなの、そんなんいんの。俺はね、窓掴んでも強制的に中央に戻そうとするクソゲーだから。バカじゃねそんなことしてくんの。そんなことしてくる。いや、意地でもね、意地でもね、真ん中に戻そうとするんだよ。行かれてるわ。そんなひどいことしてくんすか。これさ、オプションで止めればあれだよね。ただ武器セレクトの時は時間進んでくでしょ。うん、そう武器セレクトっていうか、なんて言えばいいんだろう、コマンド出してる時は。ステータス画面ね。ああ、はいはいはい。ステータス画面の時はね、バイオハザード2。まあ、スタートボタンを押して、止めるやつは時間経過ないから、いつでもトイレって。チェリースクールユニフォーム発祥。発症してなくてもやばいやん、あいつなんか。発症してなくても発症してみたいな感じになってるやん。発症してみた。気持ち悪いわ。ハードコア。セーブはインクリボンが必要になる。オートセーブがありません。敵の強さがあるよ。あれね、とりあえず一周目は普通にやっていくんでしょ。ああ、とりあえずなんか感覚をちょっと知りたいんだ。で、レオン一回通したらもう一回あのレオン表でやってみる。怖いわ、ボコボコにされちゃうわ。ムービーのところはタイム入ってないんだっけ。嘘じゃない、でやってるムービーも好きに見れる。なるほど、まあ別に見ねえけど。コンビニ退場法は知ってんだっけ。コンビニとね、一回やり過ごしてで、通り過ぎるの待つってことは知ってる。それだけでいいの？どうなんだろうね、なんか食われそうな気。あ、でもなんかここで食われても大丈夫なんだっけ。大丈夫か。でも、あれか、体力ギリギリになっちゃうんだっけ。すぐに止まれんから、そこで鍵取る。あ、そうなのか。ああ。ちょっとしてろ。どうかしました。ダニエル君。止まれ！撃つぞ！これで、こう取り行くのか。ちょっと待ってるとね、みたいだ。あで、ここで、あ、勝ったよ。アシステッドでしょ。あ、左から行くのか。なるほど、こういう感じか。撃たないで。うん、なんか何それ、攻撃範囲とかも変わってんの。それはないか。ありがとう。礼を言うのか。そういうことか。はい、戦士すごい攻撃的になってんのね。アシステッドは本当に、なんて優しいやつなんだって。市民の皆さん、大規模な、これなんか小杉十郎太っぽく聞こえ。あれ取っちゃう。あ、赤くつ。あ、ちょっと、あ、終わった。やべ、道が開けない。これまた最、これまた何、最初からなの。めんどくさ。あ、別にでもコンティニューでよかったか。あれどっち行けばいいんだっけ。あれそうなんだっけ。で、分かんなかったらどっち行っていいのか。なんかあれだもんな、あれ2回しかやってないかな。全然分かんねえ。表にまだ2回だ。嘘じゃない、嘘じゃない。ズネさんもこんな感じで死んでた。いやー、すごいな。おかな、モービルなんだろうな、これは。きっしょ。大丈夫か。動かないで。よしよし。すぐに戻る。ああ、うん、これ動画ちょっと見たんで、ここしか見てなかった。ああ、一応と。どうかしま。止まれ。撃つぞ。もうここで弾使い果たしてたかんな。え、無理じゃんって。コンビニライター多い。終わった。なんだろう、右から
ル取りすぎた方がいいのかな。そういうのあんの。バイオハザード2。まれなケースなんじゃん。でも最初だからまだこんぐらいはあれだけど、こっち来たら無理だね。無理だ。嘘じゃない。ああいうのもありますよっていう。そっか、一番最初後ろ振り向くのか。うわぁ、ケツアゴがよ。大丈夫か。動かないで、すぐに戻る。なんか難所が多そうだからな。全部難所でしょ、むしろ難所しかないでしょ。止まれ、撃つぞ。右から行こうなるよな。引っかかっちゃったんだろうな、多分。うん、なんかそんな感じするわ。こっちから行くんだな。これは。これ左寄っても関係ねえんだ。まあそうだよな、幅がねえもんな。ぶっちゃいく、来た。安全策が早くしてて、あのタオルで来なくても拾うから。市民の皆さん。恐ろしい。やっぱ小杉十郎太っぽいんだよな、この。え、あ、そっか、もう始まる。こっちか。一体どうなってるの。あー、そっかそっか。おい、マジで。すげえ。あ、なんか出た。ノートン、ノートン邪魔だ。ノートン死ね、マジで。お見逃しなく、うるせえ、死ね。てめえぶっ殺すぞマジで。あ、殺すぞ。マジで、あれこっちじゃねえ。どっちか。こっちか。あんま暗いのよくねえなと思って明るめにしたんだよな。そっか、政府は一発まで。この街の住民はみんな。で、あれか、作ると回復するんだよね。あれ、しないの。え、しないの。ダメじゃんじゃん。よかった。うん、警察署。あ、そういうこと。それまで食らわんように。こいつ。パターン引きましたね。もう死んじゃいそう、死んじゃいそうだよ、もう。使っちゃっていいっしょ。死んじゃうじゃん、だって。もう無理そうなんだけど。おお、これか。なんならもうセーブだよ。よし、これ無限ナイフっすね。肝になってくる。適当に足壊して、まあ 120fps ナイフで、うん、マッハを殺してくという。そうすると食らう。いつもかなり低いから。こっちっすね、とりあえず。そういうマジかよ。きっちりやってくると結構いけるらしい。ああ、そうなんだ。こうハンドガン溜まったで。あれ、あった。あとトイレに救急スプレーがあるんだよ。トイレの場所どこだっけな。あ、これか。くわー、ダメそう、この難易度。2つ目。そうっす。
こっち行って助けてくれがいってことだ。開けてくれ、開けてくれ、早く開けろ、頼むからシャットを開けてくれ。今開ける。あれな、あれ、助けて、頼む、捕まれ、助けてくれ。こういう、こうでしょ、すれ違えんの、これ右。あ、やばい、ぶっかっちった。超追っかけてくるやん。あ、そうなんだ。こっちにもいる。おいおい、あ、死んだ。ああ、こうじゃなくすぐ、なんなんだよこいつ。ちょっと無理じゃない、やっぱ絞らないとダメなの。足の破壊とかも関係ねえの。そうなんだ、関係ねえと思って足打ってりゃぶっ壊れって思ってた。違うんだ。そうなんだよ、分かってるのはここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけど。あ、そうなんだ。きつ、もう無理じゃん。なんだこのライン、頭おかしいだろ。ナイフ意味わかんねえんだけど。かー、何このゲームバカなんじゃないの。そうなのかな、もう。絞ってやんないとダメなんだ。想像してた初日と違うね。関係ないと思ったら撃ってればなんかとりあえず足壊れんのかと、サブマシンガンがね、かなり高いので V 破壊の、うん、ただ打つと簡単にいつも壊れてたし、こっち見なくていいよね別に。これも、あ、これ一応調べといた方がいいのか、場所。リッカー、ここでいいのかな。まあ、結局まあ、ああ、あれね、ここはいつも撮ってます。ここあれか、あるある。ね、こっち、結構最初撃っちゃったけど意外とそんなに。でもこれやっといた方がいいのかな。いいか、これで。固定か。あ、そうだよね。噛みつかれてたんだ。こんな感じでいいの。よし。動かなくなるまで。うん。あ。あ、そっか、奥にあるんだっけ、こっちだっけ、反対、なんか敵、敵じゃない、倒れてるやつ行っとこうだよな。長い方ね。
オフィスか、オフィス敵が。これちなみにこの画面もタイム進んでる？進んでるか。こいつか。あ、これ死んでんの？そういう感じでいいの？てめえ死んだふりしてるからそんなことになんでバカがや。なんかズババってなってんだ。あ、これこれそっか取っか。これが9157。あ、なんかあんだっけ、わかんない、忘れちゃった。はあ、いや、あの回数で覚えてんだよな。ね、どういうあれなのかが理解できないけど、あのね、そのメモリで止めて、1回目9のメモリのところで止めて、次右に回すとき15のメモリで止めて、次7で止めるって、それだけで OK。 そっちの方がね、あの押した回数とか覚えなくていいから、はあ、楽だと思う。ノートンうぜえんだけど、あ、そうだ、これだ。あ、これね、NED とね、MRG だけ、まあ、書いてあるし、そっちの面倒。そうやな、多分、ね、これでいっぱい入るからね、リロードするのでやって楽になる。ああ、これ超大事なんだね。 MM か、ナイフありゃ結構ね、いけるよ。コングマゲージ足さえ壊すかよ、こっちのもんだ。そうなんだ、大丈夫なんですね、じゃあ行くと。ほんで、まだなんかあんのか。リロードツール、あ、リロードツールってないでしょ、RE3 ね。あんの？おまけである。持ってるとね、持ってると、うん、持ちながらアイテム合成すると弾が増えるっちゃうんだけど、クソつまんね。あ、そうなんだ。 RE3 みたいにね、いろんなやつやりたかったんだけどね。そっちか。あーそっちか、関係ねえんだ。じゃあここロッカーのところとか取り直してんのかな。ロッカー、あ、ここロッカー行けんのか。あ、これか、うん、この部屋が赤いってことはこの部屋の取り逃し2発しかねえ。なめてる、弾全然ねえだよな。ここはまだ、お、こいつな、こいつ知ってる。だよな、基本的にさ、一回なんだろう、石垣して石垣オフィス、石垣の一階に貼り付けてるから OK。 なるほど、結構何回も通るから。よいしょ、とりあえずこれ置いといて、こんなもんかな。なんか、あ、まだでもあれだよな。いや、そんなことないと思うけど、ウィンクリボンになってる。あ、そっか、だからあれか、空のやつ変わんのか。あれ、ショットガンの弾作った方がいいんだっけ。何がいい、ガンパウダー、最初でもハンドガンの弾作った方がいいのかな、少ねえから。そうだね、弾作ってもケージ弾余るし、この10発でっけえよな。よし、もう待って、うわぁ、なんだよてめえは。お、あ、死んだ、終わったこれ。なんだよこいつマジで。あいつ歩いてきたの、あっこから。どっから来たんだこいつ、すごっ。俺も全然覚えてないからさ、もう遊んだの1年前だ。あー、しんど。あ、でもあれだ、弾の数が戻ってる、やったね。絞ってでも追いつかれない、後ろから来るやつに。2匹倒す間にだよ。あ、めんどくさかったらもうそいつ殺しちゃっていいんじゃない。あ、そうなの。あいつ
なるほど。じゃあ後ろから来るのめんどくさいから倒しちゃうわ。そうだな、ナイフもあるしな。あれがそうなんだよ、後ろからてか倒していかないと不安になるわ。これ何もないよ。よし。マジでハードコア倒さないときついっしょ。まあナイフがあるから、てかありっきだよな。弾持たないでしょ、だってナイフ使わない縛りとかしたら相当やばいだろうな。よっぽどスルーしないと無理だよね。うん、あれなんてことだ。開けてくれ、早く開けろ、頼むからシャッターを開けてくれ。今開ける。みんなタフなんだ。欲しいな。できんの。お、うわ無理だ。あ、やべえ、使っちゃった。やり直そう。反応やべえ、やっちゃうな。外しちゃったよ。足切れんの入った時。あ、でも近づきすぎっと、なんかドア押されたことでひるんでる感じが、ドアがちょっと離れるみたいな。一回スルーしてからの方がいいよな、やる。あ、そうなんだ。離れてスルーして、でそっから足狙って、先が思いやられんな。とんでもねえ難易度だな。ノーマルな。だからなんかあの3つの難易度でなんか差がありすぎる、マジで。全然違えじゃねえかよ。ちょっとずつ攻略していかないと多分無理だ。あいつはでもめんどくせえからちょっとやっとかないとな。後ろからだってさっき、あ、やべ、丸尾さんじゃダメなの。そうかもしれない。なんてことだ。開けてくれ、早く開けろ、頼むからシャットを開けてくれ。今開ける。この人を待って、うもう一回右側からなんだろうけど、なんかダメだったな。これ頑張れば2時間半で行けんの。てか行かないとダメなんだよな。怖っ。意味わかんねえ。おお、なっちゃいますよ。自然は怖いからな。めったなこと言えねえよ。なんてことだ。よし、まず俺構造を覚えないとな。その、開けろ、頼むからシャッターを開けてくれ。今開ける。もう一回。なるほど。うわ、入ってきてる。こっちにもいる。おいおい。ああ、ダメだ。ああ無理だ。
来てるの。ガラス入ってるやつ。ガラス入ってる間にないぐらい切ってるらしいの。あ、そっか、うん。そういうことか。バイオハザード。こっちまで来ちゃうと無理だな。一回ダメージ食らうぐらいはもう覚悟しとかないとダメだもん。なんでそんな序盤からこんな切り詰めてやんなきゃいけないのわけわかんねえの。あ、そうなの。おお。はっきり言ってこの序盤が一番きついと思う。あ、そうなの。あれ倒さないときついかな。あ、やべ、あ、ちょっと無理なんだけど、あれいる。めっちゃ叩いてんの見える。来ねえ。やり方が悪かった。横か。こういう感じ。長いから。あ、死んだ。だいぶ楽。結構遠くから普通に当てればいいんだよね、どうか。一応でも、ちょっと差し込む。あ、そうなんだ。ここじゃない。あ、さっきのやつでしょ。ここ、ここか。うん、外れてる。ない。倒れんだ。角度やば。ああ、めっちゃギリギリじゃん。これなんならもうこのデブあれかスルー。いやでも、うん。でかい。あ、はい。うん。マービンのナイフじゃなくて切れないの超謎だ。どんな素材なん。いやー、そうやね。すごいな。これセーブできるのだってだいぶ先でしょ。違う違う、だから普通にやろうとしたらで、エスクリアで。エスクリア、そうだね、セーブするのね。想像してる。ペアってる直前だね、俺。初日と違うね。おお。セーブしとこう。アホだろ、3回までだろ、セーブしていいの。クリアできる気しね。いやすごいな。パソコンが心なしか音うるさいでしょ。そうだね。あ、でも20発になった。やったね。
く。あ、ここな。見かけたらとりあえず使っていかないとな。リッカーとかヤバそうだな。じゃあここは入れないんだよな。あれ、あ、違う、ここから行くのか。こっちに弾あって、そこ、あ、そうなの。左、あ、これか。なるほど。気にしてねえんだけど、こいつ。まだか。最高だ。あ、なるほど。ああ。これで。あれ、ここ開かないのか。ミッション室ってあれか。こっちか。あ、こいつか、起き上がったの。あ、こいつ、あ、そっか。ああ、なるほど。こいつが来たわけか。西尾室、こいつらか。バカおつえ。ケツがプルプル。ケツがプルプル言う。これちょっとやってみて、俺ちょっと言葉が理解できてないんだよ。どういうことなん？あ、これはね、95なの。9で止めて、15で止めて、うん。あ、回数じゃなくて数字なのかこれ。え、でも回数でもいけるよね。両方でいける。え、そうなの？あ、どっちでもいけるのか。あ、だから俺が混乱してたのか。そうそうそう、どういう意味か分かんなかったんだよね。あ、どっちでもいけんだ。え、ガバガバじゃんこの。いや、バイオだけでしょ、さすがに。あ、そうなんだ。こっちだともう何回回したかとか数えなくていいから楽よ。どう考えてもそうだよね。うん。確かハーブが、あ、あっち側か。MRG となんだっけ、 NED ネットネット、なんかいい覚え方あっていいんだけどな。俺なんかアカみたいにここばっかやってたから、それどこかにいいんだけど。ああ、まあやっぱ反復だよな、うん、これね、アウトブレイクのキャラの名あるんだよね。 MRG の R の名前を使ってキャラって、あ、それな、そうなの、そういうとこは。ことないね。よし、ここはそうだね、簡単ですね。あの、やんなくていいから、武器庫行かなくていいから。あいつやんないとダメだな。寝てるやつは皆殺しだ。かなりいいですね、それ。これ消せないの、このチュートリアル。消せない。マジかよ、めんどくせえな。毎回毎回めんどくせえんだけど。リキッド、リキッドいいですけどね。ああ、で、あれもダイヤモンドフォース、あ、助けに行くとこ。ほんで上行って、あ、なんか寝てるやつもじゃあ倒しといた方がいいのか。うん、寝てるやつ先に。これだって後で来るもんね。当たってね。
嘘でしょ。やっちゃった。うわあ、やり直すべ。はあ、なるほど。切る場所が結構重要なんだよ。ダメなのあれで。もしかね、起き上がる前に足切り切っちゃう。あ、そっか。そうするとね、いけるから。ひどくね、意味わかんねえんだけど。あれダメなんだ。もっと普通であってほしいよ。んだ、ナイフのね、切り方もちょっと気をつけないといけないんだよ。何それ、ね、バカなんじゃないの。あ、そっか、引っかかるんだっけ。じゃんじゃんセーブしていくといい。あ、そうなの。ここもだってあれでしょ、結局でも防ぎきれないでしょ、全部。あ、スイッチ。あ、そうなの。大丈夫なんだ、じゃあ。うん、あれ、ちょっと忘れちゃうんだよな、それ。あかん。先にハンドガンだと思う。どっか、まあ、何でもいいけど。そっか、一番最初こっち来るからそっちから閉じた方がいいのかもな。ぐるぐる回り始め超むずこれ。頭おかしい、このゲーム。このゲームできたらあれかな、サイレントヒル4できるかもしんないな。言うてサイレントヒル4もむずいかんな。下に転がってるところが一番のやつある。で、さっきの今ちょっとところちょっとで、これで OK。 ルートを覚えてかない。そこはチェーンソーカッターのとこから、で、これ登って、こんな感じで。これな、ちゃんと覚えられんのかな。頭狙うよ、でも足狙った方がいいんでしょ。クリティカル率、クリティカルで。すげえ。当たり方おかしいだろこれ。さっきのやつか。こいつはお前だ、お前の。お前みたいなやつがこういう感じですか。はあ、すごいね。いや、おで。オッケーだべ。めっちゃ渋て。なんだっけな、957か。はあ、なるほど。増えました。写真にしてたらまた要セーブやだな。NED だっけ、うん、よしと。もうだんだんサクサクになってくから。そうなのか。繰り返してやっていくうちに。あ、人生体とかやりたくない。あっこか、あっこはやっぱ厳しいんだ。なんかきつそうだもんな。ガンパウダーと、あ、この辺取んなくていいんだよね。なんとなく癖で取っちゃうけど。あとなんだっけな。あれ、なんかなかったっけ。あ、ミルは青くなってれば大丈夫。もうここ塞いで。
ほんでセーブだな。こまめにセーブします。きっしょ、あべ、ハーブでサボとしちゃった。一個預けて、あらが、これインクリボンって3個まで、あの枠で、1個の枠で、あ、そっか、まあ、そもそもあれだからな、ハードコアで S クリアするなら、まあ3回までしか使えないから、そんなに気にしないか、やる人は。一画面だよ。なんなんこのゲームって思った。サイドタップが出るのが足を狙って。お、これか。こういうことか。上から来るやつの要注意。上から来るんだ。止まっちゃダメだよ。結構捕まれないよね、別にあれ板張ってあるから。あ、段差か。死んでんのこれ。あ、そうなんだ。これでこっちはダミーだから、これが確かで D チャップキャップだっけ、こっち。そうそうそう、あの上の方があれなんだよな、デビルクライメイ。よっしゃ、シャッガン、これか。これなんか回収しておく。そうだね、うん、普通に2位入れておけば大丈夫かな。これ頭の体操よ。俺はいつもね、だいたい30秒以上かかる。おー、いったいった、今回早かった、ね、これパターン良かったね、今の縦がそのまんまだったから、うん、左の吐く。これさ、12桁まで増やそうだって開発なんか言われてるけど、やめてくれて。バカじゃねえのさあ、開発だ、開発、うん、階段だ。あ、ナイフがいらないからあれか、それも考えて。残ってるやついねえよな、倒したもんな、ここのやつ、さっきやられたやつ。きちんと倒しておくとさ、周回の時楽なんだよ。ああ、まあそうよね、こっちか。よし、いらないフィルム、あれどれだっけ、何のやつ。あれね、うん、銅像が杖持ってるってやつ。あべ、201。あー、あれか、あれ取んなくていいんだ。うん、だってもう謎解きできちゃってっかね、俺たち。あ、そっか、208か。だから2位だけは結構ここだけでアイテム手に入ったんや。あとはだって3はサイドパックか、うん、バックパッカー。意外とハードコアでも、ほとんどの敵殺しても意外と2時間半間に合うみたいな。あ、そうなんだ。シャッガン。当時はね、ハードコアクリアするのみんな焼き。まあやっぱそうだよな。ほんで上行けばいいんだよな。うん、嫌ないやつ置いていけばいいっしょ。そうっすね。弾だけ持ってても。花山の口に入れて顎に焦点入れるぐらいしか使い道ねえ感じ。あ、うちの猫もほっぺたもだいぶ毛生えてきましたね。
まあとりあえずあいつが無茶しなきゃ俺らは結構安心なんだけど。デビルクライメイ、ここには弾あるのか。よしと、ちゃんとナイフ使っていけばあれなんだね、うん、へ、上にぶら下がってるやついるし、あれ殺しちゃうんだよね、うん、マグナム使う？マグナムね、手に入んないんで、1倒す後まで。あ、そうなんだ。リカちゃん、なんだ？リカちゃんまだ来ないよね。上にぶら下がってるやつ、あ、これか。ここに木の板あったら、帰りか。あっち降りるときにね、また仕込める。1階のどっか塞いると思うから、あれ、こっちか。塞いでいくといい。これだ。切れるところが危ない。もうこれ大丈夫だよね。クラッチできたら死んだとき。これ死んでんの？そうそう。オッケー。落ちるとなんか反対が変わるみたい。引っかかりみたいな。そっか、あ、これくっつけちゃえばいい。うし。で、これ調べて。あれ、これ調べてドゥーンじゃないのか。あれ、目的が。あ、今はね、まだね、ここはね、バグらないからできない。あ、関係ないのか。今、クローバーの鍵手に入れたから、そこで行けなかったとこ行って回れるようになった。あ、そっか。こっちなんかあんだっけ。なんもないかな。赤いのはあれか、C4 の先か。多分そう。これで、これで、あ、これです。マーミンだ。今すぐ戻ってこい。何か問題が？めんどくさいね、確かに。重要だ。了解。すぐに向かいます。これクリア動画上げてるとここの女の子。あいつか。これをマジか。これさ、今さ、ゾンビ他に作ってるやつさ、気づかないでやばいよね。こんだけでやってる。あ、これだいぶじゃあいいパターンだったの。3発で倒れたしな。いや、あ、撃っちゃうのこれ。あ、いけるよな。プルプルしよる。とりあえず足切ってた方がいいよ。一回切って、どうせ無限だから、もうガシガシやってくるよ。あ、でも こいつはこっちから行くと気づかれんだよな。どっちからでも気づかれる、近いと。あ、そうなんだ。関係ねえんだ。これ立ち上がる前にやっちゃうってことね。無理じゃん。確かに。だいぶダメージ入ったりする、これ。死んでんこれ。死んじゃった足のダメージだけ。これもどんどん余ってる。これはあれか、もう動かないやつか。こいつも動かないよね、確か。まあ、あ、でもこれ一応取っといた方がいいのかな、余計用に。そうだね。あった方がいいよな。あ、これ。そうだよな、普通に歩ってる時に、あの護身用っていうかあれだよな。あの。なんだろう、回避ナイフか、ダメージ食らわないように。あれってさ、すぐ刺せばダメージ食らわない。あ、ダメージ全くないよ、ダメージゼロ。そう、回避のナイフか。あー、じゃあ超いるじゃん。左のやつも動かしとく、左っていうか右の。あ、そっか、これ後でやるもんな。そう、動かしとけば平らで投げる可能性が。これみんな気づかないらしいね、最初全部動かせるって、ね、気づかねえよな。俺も一個ずつやってさ、動画見て初めて知った。そこなるんだ。右、そうだね、どっちかにあるんだよな。こっちの奥か。意外と弾増えんだね。そう、ナイフのおかげで弾増えるから、結構安心なんだよね、ここまで。なるほど。いや、序盤がやっぱ厳しいんだ。じゃあ木の板で一回塞いでこようか。あの、前の方だ。西と東どっち？あれ、今西しかいない。あ、そっか、これがいいね。あ、そっか、今あれか、閉じちゃってるから開かないのか。見てみろ。うん、ね、
よかった、無事だったか。よっぽどじゃあこいつはあれだね、持った方だね。クレアだ、一緒に来た。だってコンビニのおっさんなんか一瞬だったの。あの場所だったら2階から行け。東だ。警察、ダニエル君ね。了解。保安官みたいな格好してるやつね。感謝します。レオンが窓を閉めるじゃん。あの鍵開けて、でその窓もともとするダニエル君もゾンビになってるから。早っ。お前もゾンビになってんの。明らかにヤバいとこ食われてたけど一応来てた。屈してたわ。まあ、これか。こんなもんか。ああ、これも行ってっちゃった方がいいのかな。赤いダイヤ手に入る。まだあれだよね。あそこ行けか。もう赤いダイヤ自体は手に入るから。あ、そうなの。あっても意味はないけど、とりあえず赤いダイヤ。ああ。見たで染みに行っちゃう。わかりました。なんで。こっちか。マジで、後半増えてくのは本当に不自由が変わるわ。だって、下手したら死んじゃうもん、こんな。こうじゃの。タイラントとか出てくるかな。どこ塞ぐのがいいのかな。ここ？ここあれなんだ。これだと一箇所だけだけど、他のないんだったらね、板がねもうちょっと出てくるからもう全部防げるんだよね。あ、そうなんだ。二回目こう送るときゾンビとか増援全くなし。ほんで鍵で開けられるとこだから。マービンのあれか。あ。あ、そっか。あ、こっちか。あ、そうだそうだ、そっちから行けるようになるんだ。近道になるんだ。2階か、そうか、そっちか。2階使ったらもうぽいだっけ。OK。まあ、別に行く必要はないんだよな。うん。黒いところがさ、黒いところが部屋として道に行けなくて、クレア編で30分ぐらい迷ってたんだよな。なんだろう、電子版の。ああ、あるね。はいはい。あれ？どこだっけ？あ、2階の東側。ああ、逆か。そうだそうだ。一応、缶詰も今のうち取れたりする。あ、そうだ。あのメダルとか全部取れたら負けちゃう。メダル？ああ、そっか。あそこ。図書室の隣の部屋のやつも取れるっしょ。メダルのやつも書いてあるの？あ、書いてある。ライオン。ライオン葉っぱ取り。これか。あ、これか。取り、取り、取り、取り。こうやんな。あー、ユニコーンか。処女中か。処女中で、あとあれか、C4 のところか。これの隣だから、こっちか。処女中のメダル。あー、あの缶に入ってるやつね。あ、缶じゃないのか。あれ、缶じゃなかったっけ。なんか缶だったよな。裏缶あるよね。うん。で、裏缶あって、その中にフィルムあったんだったら。ユニコーン、魚、サソリ、水ガメ。水ガメ座。これか。本当書いてある。あと、プラグの差し込み方も一応書いてある。もう、そこまでやってんだな。もう戻っちゃっていいよ。簡単すぎる仕掛けとか書いてないと適当にカツカツレバーちょっと上げる。ああ、はい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 。これでもあの最後のあのあれわかんないと、あの枯葉剤作るやつ。あれ書いてある。あ、書いてあるんだ。あの表だったら真ん中左右、真ん中左右を繰り返すから。あ、そうなんだ。ね、パターンで覚えてんだね。もう書いてあるの、それは。うん。ね、薬作りのところから真ん中から左右繰り返して。裏だと、でも家から左に、まだ通路は開いてない。うん、喋ってたよ。やったり。順調やね。そうですね。これ犬とかどうなん？犬とかもやばい。犬はとりあえず、虫でいいんじゃないかな。
これパーツだよな。待合室か。621。出る場所完全に覚えて。あ、いや間違った。野菜場かやり直すといいよ。こっから？あ、こうか。離れてか。あ、これ逆から行ってもいいのか。逆から行ってもいいんだよね。あ、どうなんだろう。あ、でも右左右か。じゃあダメだ。左右左か。よし。これでさ、あの3点バーストつくとすげえ安定取れるからさ、レティブションのバーストになるんだけど。あ、そっか。これでっぽいだよね。これ爆弾のパーツ集めですか。あ、一応行っちゃった方がいいか。さっき言った意味なかったね。ここで限定に。リッカ置いてこないから楽でいいやかもしれない。そっか、リッカ組んだっけ。そう、裏だけ押してくるみたいな。そういえばそうだったね。赤いダイヤが押せ。やるよ、グミンの。恵んでやるわ。これ飛ばせねえんだ、ムカつくんだけど。檻に入れられてるやつは殺し、あのパンダがね殺しちゃっていいよ。あれナイフダメ？さすがに。あれ多分ね、檻のやつとかね、あの銃じゃないと届く。まあそうだよ。で、あの帰り道ね、邪魔してくるやつは、あのショットガンとかで処理するとか。弾あったよな、確か。あ、これショットガンね、やばいろ、もうだいぶ楽ちんになるな。あ、弾じゃなかった。あ、弾、ゾンビ。これあと1階のやつ閉じながらじゃあ戻った方がいい。あれ、ここ先行くとなんか、あれ、あ、クレアとの合流イベントあるから、そうするとちょっとゾンビ追加とかが先にも行っちゃった方がいいか。そうか、多分ゾンビ追加されちゃうと思うんだ。そっか、なんかフラグがあるんだな、解放されるには。めんどくせえな。その前にだからいろいろやっちゃった方がいいってことか。これもあんま覚えてないんだけどね。それからしたら追加バリンしてくるってこと。弾でも結構あるんだね。弾ね、あるっしょ。思った以上には出てる。ゾンビとかも全部ショットガンでいいから。ナイフがやっぱ強いんだな。一貫は全部ナイフでいいし、ショットガン使うとこなくなるか。まあ、とりあえずショットガンが手に入ったから頭打ちできるようになるのか。まあ、ショットガンはちょっとシビアなんだけどね。難しい、あ、そっか、難しい。あ、これじゃね。一回打ってヘッドショットできなかったらハンドガンで戦うみたいな。こうか。よし、放置してたら3匹も追加されちゃうのか。ただ BGM だけは長いから。ムカつく。あ、そっか、こっから行くしかないのか、まだ。あ、そっか、まあ、うん、戻る意味はねえよ。どこだっけ。あ、こっちか。すげえやな、あんちゃんは。あれな、あんちゃんノーマルクリアしてんだからな。いや、でも相当ひどかったよ、一番最初のプレイ。ノーマルはそんなもんなんだって。ノーマルきついよ。お、パンパンになっちゃった。これいろいろ、まずあれか、ナイフ置いておかないとな。あれだ、補充するといいわ。あ、そっか。オッケー、セーブしてみようか。あ、そっか、ホールでセーブすればいいのか。こっちから戻れるもん。ここ、そう、西オフィス通って戻れるようになったから楽ちんちんですね。ちんちんかもかも。チンカスゴーレム、チンカスゴーレムってあだ名考えたやつ最強だよ。なんだよチンカスゴーレム。なんでそんなひどいことが言えるの。これでこんな感じでいいかな。うん、これが、インクリム。あ、あ、そうだね、 SG の弾、 SGGK の弾。すでに立ってるゾンビとかあるんで、うん、すごいな。弾が出てくるとだんだんね、気持ちいい。余裕ができてくるね。インクリボーン減ってってんだけど大丈夫ですか。
頑張る、まあ、頑張るしかねえ。でもまあよっぽどさ外しまくんない限り大丈夫でしょ。そうだ、ね、でもなんかや思った以上にタフだからな、びっくりするぐらいタフだね。でショットガンで頭打てばあのハードコアでも即死だね。あそっか、でショットガン優先的に使ってっちゃっていいのかな。ってかっていうかさ、むしろリッカーとかに意味ないもんね。意味ないショットガン、何かでええやん。こっちは意味ないんだよな。ハーブがし、おハーブがあった気がする。玉とね板があるから。あ、あとチェーンソー、チェーンカッター。マビ、まずいことになった。板、そうだ。ここあった。奴らが集まってきた。ね、塞いじゃうから。マビ、応答。で、マビ。チェーンカッター。もうマービンアウトか。マービンってあれやっといた方がいいのか。あでもな、なんか徘徊し始めっかんな、あいつも。入ったらもうすぐ左に塞いじゃうという。これか。あ、もう一個。あ、ここ。あ、ダメだったか。ここもう閉じても意味ない。わかんないけど、一応やっとくわ、声から。あれ中にもなかったっけ、あのオフィスの。そっちはもう確定だよね。これあともう一箇所があれだよね、あの最初のあの台に登って行ったところのやつで、赤オツだ、チェーンカッターで切れるとこ。あ、こいつもやっといた方がいいのか。バカが、あれこいつ死んでる。ごめん。これでもう、これで時は追加では発生しない。ちょっとやってみる。いった、よし。結構距離取ってやった方がいいんだね。間近でやろうとするとやばいね。間近でやんないと当たんないけど。あ、でも間近でやんないとダメなんだ。距離がある。あれ、バルブハンドショットガンの弾を作れるのがバルブ。あ、しまった。そうだよな、パンパンになっちゃった。あ、すぐ近くだから簡単に戻ってこれる敵いないし。あ、そっか、楽ちんちん。あ、そう、これで開けんのか。そうだった。そうか、あ、これ先に取んなきゃダメだったか。しまったな、じゃあ開けらんねえか。今何あるっけ、アイテムラン。こんな感じっす、少年。あ、でもこれ使うんだよな、多分。戻るわ、少年。ああ、なるほど、ここ開けとかないとダメか。ヒューズ取ってなかったからか。アイテム管理がね、きついからね、ヒューズ置いてないといけないんだよ。こっちから戻すしかないか、じゃあ。これで大幅タイムロスか。うわー、熱いから。シャネ使うか、使ってショットガンでやろう。燃えてる。まあ超燃えてるけど関係ない。あ、やべ、やっちゃった。くっそ。じゃあ戻るか、どうせならじゃあ戻って開けるか。やべ、間違った。はあはあはあ、ここか。そうそうそう、よし、これでやって、まあいいや、怪我の巧妙と思う。そうなんで、あのショットガンめっちゃ効いてる。結局なんだね。じゃあ仮想化って入ってからやったら痛いがある。あ、そうなんだ、まだじゃあ弱いんだ。まだ弱いんだよ、このショットガン。ただうまく当てられれば即死ちゃんとできる。これ下げて、これ下げて、どうしよっかな、これもいいのかな。一応、あんま幅を、うっす。こっ
よいしょ。あ、そうなんだ。いや、あ、そう、あれがある。ジーチ倒した後、あ、そうなんだ。まだあるなんかテーブルの上に、あ、ガンパウ、そうそう、これだ。あ、これショットガンの弾、あ、どうなん、弾。まあ、一応じゃあ保留か。うん、ショットガンの弾は、まあ、強化、まあ、いや一応置いとくわ、とりあえず。あんまね、デザティング作んなくても大丈夫やから。あ、そうなの。とりあえずこれでチェーンソーカッ、チェーンカッターとか開けといた方がいいよな。うん、ふう、少しは記憶の断片が残ってる程度だが。それでどっかクレアのあれがあったから、そうザコ落ちて、2,3 匹追加されちゃうからさ、だいぶ変わるね、それは。うぜんだけど、ちょっと焦っからやめとく。慣れねえんな、あれな。あの BGM ビビるよね。クラシック BGM、クラシックっていうか、オリジナル。あれだね、ていうか俺2回目以降ずっとこれだね、そういえば。ありました、結構あるんすね、うん、これで、これ東側基地のやつも全部防げるってことだ。先行とりあえずもう一個手に入りました。これ捨てて、そんであれか、ハーブ、ハーブがあるのか。うん、おハーブ。おハーブ。うん。まあどっちにちあれか、近いからあれか。うん。写真を見せてアイテムいろいろできるからいい。うん。あ、こっちじゃね。こっち行って、バカオツだ。ペコちゃんうまいね。賞味期限切れかもしれないけど。お前らには賞味期限しかやんねえ。先行、先行どこで使った方がいい？ G じゃない？ G の生態？何これ？それ G 生態の、G 生態に食わせて。とりあえずセーブしとくわ、めんどくせえから。でもこのペースで使ってなくなんねえから大丈夫かな。ほんで、あれがどこあんだっけ。電池今探してるんやで。そう、電池どこだっけ。スターズオフィス、スターズオフィス、あ、そっか、スターズオフィス入んのか。あ、しまった、ハンドル持ってきて。言いそうになるっていうか、結構20年間間違って覚ってる人も多いよ。緊急スプレーマジで多くて、俺最近緊急スプレーかなんか緊急スプレーって聞くとなんか笑っちゃいそうになるね。そうですね。ボックスに制限ないのはいいね。うん、緊急スプレー多いん、あ、リッカー出てくるべ。あれって何？戦った方がいいの？あれ、そう、あの、タイランドを出てくるときにスタブス、あ、ナイフでやれんだっけ。そうそう、あの、地面に降りるまで待って、地面に降りたら横から目が出てくる。いける、いける、いける、やれる、やれる。普通歩きでいいんだよね。あ、SG の弾取っちゃっていいのかな。やめといた方がいい。あ、てか、あ、インクリボン置いてくの忘れちゃったな。降りてくる？手飲むよな。走んなきゃ大丈夫なんだよね、とりあえず。なんなんだこいつ。気づかねえ。
こいいね、もうやっちゃって。え、ダメ。横這いついてる時は無理。あ、そうなんだ、うん、マジで地面に降りてないとね。バカだよな、なんかリッカーが強すぎる、マジで。あ、まあそう、そこはちゃんと考えてんなって思った。やっぱ強えもんな、普通に。あ、ハンドルだよ、ハンドル。あ、何、一緒持ってっちゃった方がいいんだ、マジで。いや、食らわない手で生きて。あ、どれだ。あ、下か。マジでリッカーね、まあ、俺もいろいろ試したんだけど、やっぱり下まで降りてきたかなと。うん、普段口んだね、横から切れば。ほう、まあ、めどくさかったら先にスタートオフィスを行った方がいいのかな。あ、別に戦わねえ。いや、でも結局面倒倒さなきゃいけないもんだからな。ここのショットガンだったら一回捨ておこう。無理だね。本当ですか。これって何かあったっけ？救急スプレーとショットガンの弾と、あと何かある？どうなんだろう。いろいろぐるぐる回ってれば発見してくれるからいけると思うんだけど。何かあったっけ？何これ。あ、そうだ、これ探してたんです。一応取っとくか、何回も来るのめんどくせ。あ、制限が難しいね。めんどくせえな、これ作っちゃう。緊急スプレーな。2個持ってる、じゃあ持ってっちゃう。無人。あれ？あと1個持ってんの？あ、そっかそっか。いいよね、別に。もうないよな。あれ？あ、これか。全然抵抗しねえ、こいつ。死ぬんだよ、これ。一回切ることに。さあ、前からだと攻撃してくる。弱っ。あ、横向きにいるとね、横攻撃がないからね、うん、大丈夫。ザコオツ弱えな、弱えな。ホラーが本気出してやってんの。あ、ちょっと頭取れそうだね、さっき取り逃したやつも。あ、そっか。おぉ、これだと女神像のやつやるから。箱にも出てくるような、リッカ。あー、まあでももう行かないもんね。すげえ角度だな。あれ、ちょっと取り逃しないよな。よし、あー、この上だよな。ルート覚えないとな。覚えられる気しねえけど、やっていくしかないか。オッケーっす。こっち行って。だからもう G1 なんだよ。
あれ、あ、そっか、もうそうなんだっけ。あ、あの、あれか、死体ってか。ドア開けて、これ倒れてこないから、そう、俺やっちゃったんだよな、この間な。だでな。ていうか、行くっつってたのにな。女性、弓、蛇。じゃあ、あとは検討に乗るわ。ここまで来れば大丈夫だと思うから。檻の中のゾンビはハンドガンで倒して、あの帰り道で行くやつショットガン始末するくらいで考えればいいのかな。ほんほん、駐車場にいるやつはもうポチでいいと思う。なんて相手知らんねえから。ヘビってどれだ。これか、わかりづらい。そうなんだよね。ここでリッカー出てくっから。あ、そうなんだ。ほんでもうあれか、あ、やべ、こっち来た。ホールだから、じゃあとりあえずここでセーブしよっかな。ラウンジ戻って、こっちじゃねえ、こっちか。ここで42分なんだ。よく1時間とかでクリアできんな。クリボーン、ショットガン、セフスか。あー、しんど。あー、なるほどな。反復練習しないと無理だな、これ。よし、終わりますか、とりあえず。じゃあこういう感じらしいっす。あの、わけわかんねえ。無事じゃあ終わりますか。なんかやるか。じゃあ何やろっかな。ドラッグ・オン・ドラグンでもやるか。